こんにちは、吉村光雄です。この時間には TBS の夜の面白いドラマを3つご案内いたしましょう。まず月曜日夜9時のスクラップ。3人は共同生活をするようになってどうにか1ヶ月経ちました。お客様、僕、はい、実は今お借りいただいたこのタキシードなんですが、実はですね、こちらのお客様から前もってご予約をいただいていた品物を店員の手違いでお渡ししてしまったんです。今結婚申し込まれてるんだけど、うん、断っちゃうから任せなさい。リュウ君、ここには君のお気に入りはないみたいだからね、よそ探しましょうか。一癖も二癖も、いや三癖ありそうですね。三人は一体何をやらかすんでございましょうか。スクラップ、月曜夜9時のドラマでございます。次は水曜夜9時水曜ドラマ、教えてあげたい。ごゆっくり。やめてよ、何するのよ。謝りなさいよ、中原さんに謝りなさいよ。とにかく帰ってよ。私はマリコの恋人を取ったの。だったらどうする。27にもなって結婚も恋人もできないなんて、そんなの最低よ。沢木さんの気持ちをもてあそぶようなことしないでください。そんなこと。それぞれにいろいろ問題がありそうですね。水曜ドラマ教えてあげたい、水曜夜9時でございます。最後は金曜夜9時 I love you から始めよう。本当に素敵、その洋服。設計事務所の市長さんに買ってもらったんですって。風見さん。ええ、気になる。私だけ何も知らない、取り残されていく、そんな気がしたの。すごく怖くて。また会ったのは。間違えてした。国生さゆりさん変身しましたね。ドラマはどのような方向に展開していくんでございましょうか。 I love you から始めよう、金曜夜9時です。6チャンネルの月曜、水曜、金曜の夜9時のドラマ、お楽しみに。